ぜひライズオブザ浪人で一人の浪人として運命を切り開いてください。本作の舞台の一つ、横浜です。19世紀幕末の時代、最初に国外に開かれた横浜では、和と洋が入り混じった独特の街並みが攻撃やガードを駆使しながら敵の攻撃を石火で弾いて体勢を崩すことも可能です。敵の武器と相性の良い流派を選ぶと戦いを有利に進めることができます。戦闘では日本刀や長槍以外にも海外からもた